もっともっと世界ウーマン。この番組は世界で働く女性たちを応援するポータルサイト世界ウーマンがお送りするポッドキャストです。世界ウーマンファウンダーでオランダ在住の藤村ローズと、事務局のマカオ在住の周里子と、ナビゲーターの本田理沙が毎週サイトで紹介された内容をピックアップしながら楽しくおしゃべりします。こんにちは。マカオでずっと夫家族と同居していた本田理沙です。今日もローズさんと里子さんと一緒に楽しくおしゃべりしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回ね、ちょっとお家の話になるんですけれども、私はマカオに住んでいた時ね、8年ちょっと、ずっとやっぱり夫の家族と同居だったんですけれども、なんかその反動かな、なんかもう、誰かと一緒に住むのはちょっともう満足したかなっていう感じがしました。はい、まあ、うまいこと言ったね。そうですね、いや義理の親はきついでしょうね。そうだね、結構最難関というか。そうだよ、しかも最初の、結婚して最初の8年とかでしょ。ある程度さ、慣れてきたらさ、ね、一応そう、ちょっとね、気の使い方もさ、まだ楽になるだろうけど、最初はもう大変だわ、そりゃ。そうですね、やっぱりまあそう、どんな人でもやっぱりちょっとハードルが、そうだよ、遠慮するしね。そうですね、はい、まあそんなわけでですね、今回のコラムをご紹介させていただきたいと思います。はい、今回のコラムは2021年5月20日ベトナム在住の平弥生さんが書いてくださったコラム、ベトナム、ホーチミンの賃貸事情、物件探しから契約入居までというコラムについておしゃべりしていきたいと思います。はい、はい、ホーチミンって都会だよね。そうですね、都会、で、そう、マンションがいっぱい並んでますね、そうですね、コラムのこの写真、ホーチミンのコンドミニアム群ですね。はい、すっごいな、何階建てなんだろうこれ。相当高層だよね。ねえ、ね、なんかこれ福岡タワーかと思いましたもんね、この福岡タワーからない。わからないんですよ。ちょっと似てるんですよね。あ、そうなんだ。こんなちょっと四角張ってる感じ。四角張ってこの青っぽいメタルっぽくて、なんかちょっとこうアンテナ的なものがついてて。そう、でも家なのかな。家だよねこれも多分。家。ねえ、ちょっと不思議な感じですね。オフィスっぽい。オフィスビルっぽい、ね、見えなくもないね、そうだよね、だからこの感じだとベランダとか絶対ないもんね、だからそうだね、オフィスビルかな、そうかもしれない。コンドミニアムはもうなんか、私はもう香港マカオ初めて行った時にこういうタイプのこのコンドミニアム見て、すっごいなんか、レゴを積み上げた感じのお家だあれでしょ、みっちりみっちりきっちり積み上げた感じでしょ、なんか遊びとかが一切ないさ、そう憲兵率 100% ぐらいの感じで積み上げた感じでしょ。そういやでも今レゴみたいって言って、私カラフルななんか建物を想像しちゃったんですけど、どっちかというとジェンガ系ですかね。ジェンガ隙間あるか。でも、そうだね、だからもう本当に隙間がないみたいな感じよね、隙間がないってことですね、そうね、そうね、でもね、香港とかはやっぱり風水の関係で、このほらコンドミニアム、ミニアムの真ん中がこう空いてたりとか、風を通すために、とかあるんで、そういう意味ではジェンガですね、ジェンガでいいの、ジェンガね。そうかそうか、デザイン性という意味ではなくてでしょ。そうそうね、そうダンって積んだ感じの、はい、そうだね、ですね。でもあれでしょ、その外のところにはこう経済的に建てた分、それぞれに中はいろいろやるんでしょ。経済的に建てて、っていうのも、その外はデベロッパーのね、でもほら買う時にもこう恩恵を受けてるわけじゃないですか、多分 中はそんなにこうできてないっていうか状態でもらって、
どうだろう、スケルトンはあんまないよね、今時のマカオは、うん、結構中国の方はスケルトン引き渡しが多くて、スケルトンってね、もうそのなんていうんですか、本当コンクリートの壁だったりとかがあって、あともう間仕切りとかね、うん、あのご自由にしてくださいみたいな感じの引き渡しがスケルトンなんですけど、マカオはね、うん、基本的にもう部屋作られてますよ、うん、で、うん、でもそれを踏まえて各自が勝手に内装工事を行うみたいな、例えば、うん、板張りの床だったのを全部石に変えちゃうとかね、うん、うん、だったりとか、あとはまあその、うん、一番窓側の部屋のなんか例えば洗濯物干せるようなスペースもそこをわざわざ部屋に組み込んだりとか、うん、あ、ブラジル式ですか、いやあんな感じじゃなくて、なんかそうそう、リビングの延長にしちゃうお家だったりとか、いろいろ結構、カスタマイズはしてますね。うん、そんなイメージありますよ。ありますよ。そうですね。このコラム読んでね、結構ベトナムは引っ越ししやすそうだなっていう分かる印象を受けましたね。うんうん、私のもうそう、私も最初なんか、え、安い、しかもなんていうの、この清掃サービス込みでこの価格みたいなのが結構衝撃衝撃でしたけど。そうそう、 で探すところからやっぱりあの日系の不動産屋さんが進出してるので、うんうん、割とこうね、条件とかも伝えやすそうですし、うんうんうん、オーナーとの交渉とかもこうね、間に入ってしっかりやってくれそうだなってなんとなく思いましたね。そうですね。そうだね。それと比べたら、うん、オランダは部屋探しにくいですか？うん、オランダはね、もうますあのそもそもあの家が今住宅なんで、うん、もう出てないの？あの競争が激しいんです。まあ、出ます出てるけど競争がとっても激しい。うんうん、ちょっとまあコロナで落ち着いたかなって感じもあるけど、うんうんうん、やっぱブレグジットとかでイギリスから本社を移してきたとか、うん、へえ、ヨーロッパ機能をこっちに移した会社とかもあって、うんうんうん、物件がちょっと足りてないんですかね。で、日系の業者さんもいますけど高い、なんかあーサービスフィーが、そうちょっとね、あのやっぱ、ま、日本語がちょっと通じる分載せてるんですかね。最初使ったんですけど、やっぱちょっと高かったかなって思うから、結局自分で探すことになるんですよね。そうか、そういう時はネットで、ネットでサイトがあって、まあ、そこから情報が集まったサイトがあるから、うんうん、まあ、大体その辺から探すんですけど、うんうんうん、まあなかなかもう連絡取った時には決まりましたって言われることも多くて、あ、そうなんだ。なかなかちょっと腰が、引っ越したいんですけどなかなか腰が重い状態ですね。うんうんうん、オファーを入れた場合、オファーを入れてそれでその部屋が空いてる場合はもう普通に決まるんですか？うん、なんかさ、ね、前、うんうん、前オーストラリア あのコラムニストさんが書いてくれた、うん、あの引っ越しの状況を書いてくれたコラムだと、なんかその一つのお部屋に対していっぱいその申し込み者がいて、なんかね、うん、あの申請するんですよ。で大家さんがどの人にしようかなってこう決めるみたいな、なんかそういうのがありましたよね。なんかありました、ありました、まあ、若干ね、うん、まあ、大家さん次第でもあると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかその家族の写真を渡したりとか手紙渡したりとか、うんうんうん、押したっていうことある人もいると思います。私は全然いいテナントですよっていうアピールをするってことね。日本人で綺麗に部屋使いますとか。そうだね、そうだね。うん、でも基本的にやっぱスピード重視でしょうね。あ、そっかそっか。そう、ちょっとそう戻るんですけど、そのオランダなんか家が足りてないっていう話だったんで、うん、ちょっとオランダの人口今見てみたら、もう1980年からもうずっと増加してますね。うんうん、あ、やっぱりすごいね。ずっと増加する。やっぱ移民も受け入れてますしね。うん、あ、そうだよね。そこが一つ大きいよね、理由としては。ドカーンって増えてるわけじゃないけども、うん、毎年毎年ちょっとずつちょっとずつ増えてますね。あ、やっぱりね。それじゃ足りなくなっちゃうね。だから最近結構建ててはいる感じもしますけどね。でもちょっと焼け石に水なのかなと思って、そんな土地も余ってるわけじゃないと思いますし、なかなかそう借りる方としてはちょっと頭が痛い部分がありますね。あ、なるほど。
マカオなんかもね、あの、うん、住んでる人増えてるから減ってはないと思うんだけど、はい、増えてるんだ、うん、コロナで減ったかな、でも、うん、コロナで減ったね。外国エクスパートのね、外国人労働者の人たちは、うんうん、そう、まあね、そう、契約を切られて帰っちゃうな、帰ることになってる人たちも多かったり、日本人もね、うん、結構皆さん多く帰りましたよ。あ、そうですか、うんそうそう、うん、っていうのがあって、そう、でもね、マカオはね、埋め立ててますから、今また土地をお増やしてますから、そう、またそこにね、どうせいっぱいマンションとか建つでしょうからね。うん、マリー・アントワネット状態ですよ。ないなら埋めればいいじゃないみたいな。そうだね、埋めればいいじゃないっつって、何年計画だっつってね。そうそう、本当だよ。そっか、そう、埋めればいいんですね。まあ、地震がない国だとね、割とやりやすいですよね。そうだと思いますね。そう、 いずれこのマカオ半島とあの島の方ね、つながるんじゃないかって思ってますから、私は今は、あでもある意味つながった方が便利ですよね。今橋のとこまで行って渡らなくちゃいけないから、橋3本もあるのに、今までね頑張って3本も作ったのに。そうだね、はい、でもあれでしょ、あの朝とかラッシュアワーとかやっぱ混むんじゃないですか、橋とか混むね。そう、うん、そうですね、そうそうそう、うん、でもあそこ3キロあるんだよ、その島とマカオ半島の間、うん、全部埋めるって結構じゃない、なんか結構だね、3キロ、うん、うん、そうなんですよ。じゃあやっぱ橋作っといてよかったですね、はい、3本、うんね、そうなのか、うん、そんな感じですよね、はい、うん、ね、じゃあちょっと、うんうん、はい、ちょっと2人に聞きたいんですけれども、もし、はい、家をねなんか借りるとか、うん、あのか買うとかあったら、うん、はい、新築の物件ね、築浅物件と、うん、古いけどちょっと趣のあるレトロ物件、うん、どっちが好きですか？ああいいね、迷うな、うん、私それあのね、オランダだとね古い方が人気ありますよ。あ、そう、多分そうなんだ、で古い方が価値が上がってると聞きました。あ、そうなの？うん、なんで？ね、水回りとか絶対もうダメじゃんね。確かにね、水回りはねリフォームしないといけない。うん、あ、まあそう。でもね、なんか新築もあのなんか完璧に整った状態で引き渡されなくないですか、海外で。なんか使いながら直していくみたいな。あ、そうかそうか。うん、私ね、まあなんだ、今までまあアジアとかで新築物件、うんうん、ほらいっぱい建ってたから新築物件に住んだこともあるんですけど、うんうん、なんかね。うんうん、熱湯しか出てこなくなったりね。なんかいろいろね、最初はね直してもらうとこが多くて結構大変なんですよ。やばい。そうだからね、海外に住んでて、海外に住んでて、うん、あのお湯が出ないってことは結構あったんですけど、お湯しか出ないって意外と、うん、熱湯しか出ない。あれもダメでした。熱いみたいな。熱い、確かにそれは確かに、ね、手洗えない、うん、洗えないね。一瞬だけこうやってこう、こんな感じでね、あ、ちちちちみたいな、うん、うん、でもその時はまあ溜めて水と混ぜてもう洗うしかなかったかな。うん、そうだね、うん、すごい嫌だね、確かに熱湯しか出ない。そう で多分やっぱ設備が整ってないんですよね。だから新築のレンタルって本当ライトとかもついてなくって、そこから自分でつけるみたいな。マジか。あ、結構手間がかかる。そうなんだ。うん、ね、あのね、いい感じに レノベーションされてる家が多分一番価値が高いと思うんですよね。なるほどね。そうですね、確かに、うん、私はねどうしようかな、なんかじゃあ場所で選ぶかな、なんか景色だったりとかがいいとこに、うん、そうそう、立ってるとこで選ぶ。まあどっちも悪くないと思うよ、新築は新築なりのやっぱりいいとことかがさ、うんうん、あったり、うんうん、そうですね、する、うん、と思うから、まあ、場所で選んでそこから、まあ、リフォームするならリフォームでとか、うんうん、新築なら、そうそうそう、新築でっていう景色で選ぶんだったら、うん、なんかその、うん、交通の便が悪くても大丈夫ですか？うん、そうね、うん、いいわ、高台とか、
高台とかいいね、私高台どうかなって憧れますけどね、実際住むとなるとやっぱ大変かなと思っちゃうかな、うん、海風がとか潮で錆びてとかそういうこといやいや高台だからあのやっぱアクセスがね、買い物とかもいつも大変かなと思って、ちょっとね、うん、今私さその結構、まあ、町のところにごちゃごちゃしてるところに住んでて、うん、まあ、ベランダの窓開けてももう全て家みたいなね、見える景色がもう周りの住宅みたいなさそんなところに住んでるからさ、うん、そう花火が鳴ったらもう花火の音を聞くぐらいしかできないわけ、住宅に花火が隠れちゃって、あだから、うんうん、だから景色への憧れはあるね私。なるほどね、うん、確かに私はでもそれで、うん、それで言ったら私はね、うん、でもできれば新しい家が良くて、うんうん、でしかもなんだろう、私基本的に戸建てしか住んだことがなかったんで、なので、うん、できれば1階とかなんかその外からすぐ家に中に入れるようなところがいいですね、うん、なんでなんかその高い高層マンションとかはちょっとあんまり合わないかなと思いますね。あそうなんだ、それは普通に高いとこが好きじゃないの、はい、そうですね、なんかめんどくさいなと思っちゃうんですよね、うーん、そうしょっちゅう忘れ物をするんで、もうあ忘れたっつってパーンって入れるようなお家が好きなんでまた階段上がったりとかエレベーター上がったりとか嫌だなみたいな、そう遅いとかはいあるんでイライラしちゃうんで、確かに、はい、そうですね、私両方住んだことありますけど、うん、やっぱなんか下の方が人間らしい感じはしますね、うんうんうん、あそう人間らしい、なんか、うん、なんか地に足がついた生活っていうか、うん、やっぱすぐ外にも出やすいですし、そうなんか高層の方から高層のところに住んでるとこ上から見下ろすじゃないですか、いつも、はいはいはい、アリのような人とかなんか車とか見てムスカじゃん、もうムスカ、それでなんかもう満足しちゃってなんかなんかね、だからコロナとか高層マンションに住んでたら大変だったんじゃないですかねと思ったりしますけど、あー出れなくてってこと、うん、どうしてもほら自粛モードがあるから、うん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 、なんとなくこれ外出を控えてたと思うんですけど、うん、ただでさえ上のとこってこう外出がやっぱちょっとめんどくさいと思うんですよね、うんうん、そうだね、うん、私下に住んでて、うん、パッと出たねちょっと外に出るだけでも気分が変わるので、そうね、うんうん、そうなんですね、マカオのお友達の47階とかに住んでる友達のお家行ったけどもなんか落ち着かないね、うん、そう下が見えないと絶対合わない私にはと思いましたその時、あーそうかそうか、へえ、うん、47階だってエレベーターもすごい遅いんだ着くのが、たどり着くまでね時間かかりますよね、うん、途中でそう誰か乗ってきたりとかするから、うん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 、あとね、あのね、アジアあるあるですかね、ちょこちょこ停電があるんですよ。ああ、それでね、30何回かな、あれ家に帰んなくちゃいけない時も最悪でしたよ。それはリスクだね。もうね、もうはーはー言いながらぜーはーという。じゃあ階段ってことね。階段を使って30何回まで登ったんですよ。オーマイグッネスじゃん、そんなの買い物袋なんて下げてたりしたらさ。本当だよ。いやどうだ持ってたかな、なんかいやこれが停電が治るまで下で待ってるか、うんうんうん、ね頑張って登るか。でも全然治りそうにないから私だったら登るね、うん、あ登る登ります、待てない、30何回だよ、もうあのいつかたどり着くと思って登ってれば出たリサの協力メンタルすごい、いつか終わるっていう、ね、いつこの辛い思いはいつか終わる、そうなんですよ、うわそうだから進めて3回くらい階段が登れるところ 3回くらいだったら OK ですね、なるほどね、そうなんですよ、そうかそうか、うん、でも2人はさ今までいろんなところ特にローズさんなんかいろんなお家住んできたと思うんですけれども、うん、はい、なんか特になんかその留学の時の話とかってなんかあります？留学の時か、留学の時はまあ身軽ですもんね一人で、そうね、いや私ね、うん、
まあ、今の家は何年目だっけ、うん、4年目ですごい、あの今までで長いぐらいですよ。前は、はい、うん、更新の旅ぐらいに引っ越してましたね。そうかそうか。日本でなんか更新料がかかるじゃないですか。あれね、うん、だったら別そんな別にすごい気に入ってるわけでもないし引っ越しちゃおうって感じの気持ちで引っ越してましたけど、で留学時代はね、最初寮に住んでたから、うん、それでね、ルームメイトがいたんですよね。そう、うんうん、北京でね、ルームメイト、ドイツ人のルームメイトがいてね、うんうん、ドイツ人って冬にも窓を開けるんですよ。ずっとだから、それがねもう辛くて確かにの空気は特に、ね、あれだし、そうそう、どっちかも寒いし、そう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 、へえ、それはでも確かに厳しかったな。それが原因で、まあね、彼氏の家に転げ込み、うん、寒いからって止めてまあね、よかったですけどね。どうですか、さとこさんは留学時代の引っ越しのストーリーありますか？留学時代は特にないね。私ホームステイのお家に住んでたし、で、まあ、あと私も後半はその時付き合ってた夫のお家に、まあ、移ったけれども、うんうんうん、まあ、それぐらいだったし、まあ、スーツケース一つぐらいよ、それこそ持ってく荷物なんて、あ、っていう感じだったから、うん、だけどね、私引っ越しはね、その東京からなんかなんていうの、まあ、まだ日本にいる時ね、マカオに来る前に東京のお家を引き払って鹿児島の実家に帰るって言った時のが一番大変で、うん、もうなんかね全然やる気が起きなかったの。その引っ越しのさ、日はもちろん決まってて、退去日っていうのは決まってるんだけど、うん、一向にやる気が起きなくて、なんかそのもうどうやって片付けたらいいかが分かんなくて、でそこがね、うん、一応なんか 2DK ぐらいの部屋だったのかな、一時なんか弟と、うん、ね、うちはまあみんな3人兄弟ね、東京に出させてもらってて、それでなんか妹と一緒に暮らしたりとか弟と一緒に暮らしてた時もあったから 2DK のお家を借りてたんだけど、うん、それででもその時は一人だったから、私でどうやって片付けたらいいんだろうみたいな感じで、もう一切やる気っていうか、もうその全然できなくって、うん、で、まあ、その時働いてたっていうか、アルバイトしてたねレストランのオーナー夫婦が、手伝ってあげるよ、もうだってあれでしょみたいな、明後日も退去でしょぐらいの感じであ、ラッキーありがとうございますとかって言って、でじゃあちょっとお願いしますみたいな感じで、でオーナー夫婦もある程度私がね片付けてるだろうと思って行ったもんなら、うん、もうありのままの日常そのままが残っていて全く何にも片付けてないみたいな、であれこれ待って待って、退去日いつだったっけみたいな感じでさその確認から始まって、うん、嘘でしょみたいな感じで、でもそのオーナーのうちのなんか歩いたけのなんていうの、箱とかなんかゴミ袋とか持ってきてもらって手、みんなじゃあみんなで手分けしてやりましょうみたいな感じで、お前が言うなみたいなさ感じのそんな感じで、でもそう、そのもうね、そのご夫婦に手伝ってもらって、もうなんて夜中そのさ、捨てなんていうの、本当にゴミ出しとかもいろんなゴミの地区をさ車で回ってさ少しずつ捨ててってたりとかしてさ、うん、もうなんかね、そんなもうドッタバタドッタバタで退去日を迎えて無事に引っ越したっていうのがありましたね意外すぎてびっくりしちゃった。でも、うん、なぜそうなったみたいなだからやりたくなかったんだよ、もう本当に。いやでもほら、日常生活もそのぐらい散らかってた。散らかってるわけじゃないね。私ね、別にお部屋に住んでるわけじゃない。だけど、うん、そのパッキングが嫌なのっていうか、もうさ、うん、膨大な量に、どうすればいいのこれみたいな感じのさ、どこから手をつければみたいな。どっから何をどうしたらいいのみたいな感じで思ってたから、手がつけられなかったの。あ、まあ、初めての引っ越しの経験、初めてでもなかったんですけどね。そうそう、広かったから、その家が。そうかもしれない、広かった、広かったのかな。物もそれほど多くはなかったんだけどね。そうそう、そう、なんか嫌だったんだよね。でもなんか、まあ、今まで住んでたさ、お家をさ、なんかこう、うん、なんだろう、綺麗に片付けるって
なんか難しいよね、うん、なんか新しいところに引っ越して自分のものをどんどん増やしていくのは楽しいけど、あるものをどんどん減らしてパッキングするっていうのはやっぱり結構、うんうん、精神的にもなんか難しいものがあるんじゃないかなって聞いてて思いましたね。そうだね、うん、いやね、物ってなんであんな増えるんだろうね。そうなのよ。そうだね、思いません。あ、私じゃあまさにその里子さんみたいな、ちょっとわかりますね、うん、今、まあ、あの退去日とかは決まってないけど、引っ越しはまだ決まってないけど、うん、まあ、引っ越ししたいからちょっと物をね捨てようと思ってるんですけど、うん、やっぱどっから捨てていいかわかんないですね、うん、ちょっと、うん、そうだよね、うん、なんかやっぱ思い入れもさあるじゃん、物ってさ、うん、そうかね、本とかね、あの日本語の本ってやっぱ貴重じゃないですか。あ、だから誰かに譲らなければと思ったらもうめんどくさくてね、まだしばらくあの日付も決まってないことだし、うん、わかる、積み上げてしまいます。ね、うん、私の敗因はね、多分一人だったからだと思う。なんか例えばその時に2人とか、うん、なんかじゃあ一緒に出るだったりとか、なんかもし、うん、そうね、あの、うん、いたら、あ、じゃあこうしようみたいな、もしくはその人の手前、私が動いてるとこ見せようとかさ、わかんないけどなんかそういう心理が働いてやってたのかもしれないけど、一人はまあやらなかったね、私は。うん、全然、うん、そうなのよ、そうだったのよ、ね、うん、いや、すごいですけどね、うん、私、うん、ね、日付が決まってるのに、それで迎えて、まあ、2日前まで行ったんですけど、うんうん、でもね、最終的にまたあのなんとか手伝ってもらってできたとこもすごいなと思うけど、そうなのよ、すごいね、奇跡的にね、その前日にね、なんかね、あの、うん、なんていうの、まあその時はキッチンを掃除してたんだけど、前日になんかね、うん、あのトラックが通りかかって、あの、はい、ちょうど、まあ、確かに退去の時期だったんだよね、3月とかの3月末とかだったからさ、うん、だからちょうどその、あの、いらないもの引き取りますっていうトラックが回ってて、うん、はい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 みたいな、窓から、うん、ちょっと止まってとか言ってはいはいはい、いらないのありますとかって言って、そう、引き取ってもらって全部綺麗になったりとか、うん、したんだったわ。どんなもの引き取ってもらったんですか？なんかね、本棚とか、あとはなんだろう、冷蔵庫とかな、ちっちゃな冷蔵庫使ってたんだけど、冷蔵庫とか、そうね、洗濯機とか。それがタイミングよくやってきたんですか？そうなの、タイミングよくやってきたの。あ、でも結構通るね、うちもね、今日出したよ、 その廃品回収みたいな。あのゲーム機だったんだけど、なんか意外とこう古いゲーム機だったから、え、これゲームギアじゃんって言って、なんか、うんうん、お兄さんがちょっと助手席に置いてたから、うんうん、あれ、これ絶対後で自分で遊ぶパターンじゃないのみたいな思ったんですけど、結構そういうの、あの、通ってくれてて助かりました。あ、そうなんですね。日本はほら、ゴミ捨てるの結構大変だから助かりました。そうだよね、そうだよね、そうだったよですね。最近のあの今岩井真理さんのコラムでたっぷりその辺書いてありましたね、うん、うんうん、ポッドキャストでもちょっとまたやりたいですけど。そうですね、そうそう、そうだわ、うん、そうだよね、引っ越しとかになるといっぱいゴミ出るもんね、うん、うんうん、じゃあね、ちょっとね、あの、こう初対じみた話からあのちょっとテンションが上がる話題をしたいんですけれども、うん、そうしよう、うん、はい、2人 の、 あの理想の物件ってどんな感じですか？ドリームハウスというか。ドリームハウス、私はね、庭付きのお家、うん、庭付きのお家に住みたい。ああ、いいですね、庭はね、うん、じゃあやっぱり一軒家派ですね、さとこさんも。そうだね、うんうん、そうだね、うん、一軒家住みたいぞ、うんうん、ですね。リサさんは、うん、私はね、間取りで言うと、あの、対面式のカウンターキッチンみたいなの、今住んでるとこそうなんですけど、それはいいなと思った、うん、子供を見ながら、あの、料理したりとか、自分もテレビ見ながら料理で、うんうんうん、なんかね、対面式じゃないと壁に向かってやってるわけじゃない、お料理とかさそうだね、そうだね、そう、結構孤独だなと思ってて、なんかそれと、あと、うんうんうん、個人的になんか、あの、外にこの蛇口があるお家が好きで、なんか私靴は洗ってる時間が結構好きなんですけど、
そう、外で、そうそうそう。スニーカーとかこう、なんかすぐ真っ白になるじゃん、こうスニーカーってこうゴムソールのところとか。あ、そうですか。そう、だからあ、すごい綺麗になったっていうあの喜びが好きですね。なんで外に蛇口のある家が好きです。え、靴ってさ何で洗ってんの？たわし？たわしです。あ、やっぱりか、そうかそうか、うん、うん、いや、あのね、いや2人のいいですよ、いいけど、うん、ドリームドリームちょっと結構現実的。いやいや、ごめんなさい、ね、毎日住むところですから。ちょっと私の言いますけど、私のドリームハウスは、ぜひぜひ、うん、マリブビーチにあるんですよ。あ、そういう感じ。あ、そっち、マリズビーチ、はいはいはい、で、あのプールがついててですね、うん、で、まあ、テラスに出るとなんならビーチも見えるぐらいで、こう、さんさんと光が入って、はいはい、アイランドキッチンがあってとか、そういうのじゃないですか。アイランドキッチン。アイランドキッチンですよね。はい、いや、あれどうなの、使いやすいのかな、なんか気になっちゃう、私なんかこうどっかに壁がないと気になる、うん、どっちもスカスカなんでしょうみたいな。そうあ、でもね、私前そうだったけど、まあまあいいですよ、あの両方使い分けられるし、水側と火側とか、あとなんかあの YouTube 撮りやすそうだなと思いますね。あ、うん、確かに動画撮りやすそう、いいね、うちのは今壁に向かってるから、やっぱちょっと撮りにくいですもんね、なんか、うんうん、オランダ料理でも作ってみて撮ったらなんか面白いかなとか思うけど、もうカメラの設定のところでも気分がないでしょ。そうね、マリブドリームハウスか、庭で、あれでしょ、さとこさんはなんか野菜作ったり、うん、そうね、野菜も作ったり、うん、いいわ、ガーデニングしたり、うん、あとは屋上とかに行って、うん、そうだね、屋上とかに行って、あの星を見たりとか、うん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 、じゃあやっぱ結構田舎ですかね、星が綺麗に見えるとこってことでしょ。うん、そうやな、うん、ね、そうね、うん、あとなんだっけ、あの中庭がある家ってのもなんかいいなと思いますね。おしゃれ、あ、いい、中庭はね、庭はいい、ゆとりの象徴ですよね。そう、お金持ちの象徴だよね。ねえ、あれだって実用性はほとんどないですもんね。わかるわかる。それで言うとさ、天窓もじゃない、天窓。ああ、天窓ね、うん、あれね、業者からしたらね、うん、絶対やめた方がいいよみたいな感じでさ、そうなの、天窓、そうそう、メンテが大変とか、なんかつける角度が大変で、はいはいはい、結構そうそう、あ、いうのがあったけど、うん、確かにね、明るくなるけど、夏とかは暑いですからね、暑くて、あ、そっかそっか、うん、あのエアコン強くしないといけないし、あれが汚れてきたら業者さんに頼まないと掃除できないですもんね。確かに、外側からこう登ってもらって洗うみたいな、うん、そうだよね、感じだと思うんですよ。そうか、うん、そうですね、いい、うん、そうだね、うん、なんかあの昔の、あ、マカオにいた時に結構ほら古いあの建築様式のお家とか見に、あの、なんだろう、世界遺産の登録されてるところがあるんですよ、うんうんうん、定型屋敷っていうところがあるんですけれども、はいはい、あそことかね見てると、 あと老家屋敷ってところもあるんですけど、なんかこう中庭みたいなのがあって絶対あるんですよね、うんうん、昔の中国式のお家って。そ、ね、でそこはもう普通屋根もないんだよね、うん、だから、あ、あ、そうだね、水がそうビシャビシャ入ってくるんだけど、うん、なんかすごい、あれも風水なのかな、なんか開放的で私はいいなって、うん、なんだろうね、うん、思いましたね、うん、確かに吹き抜けでね、気が回るようにみたいな感じなんでしょうね、きっとね。そうそうで、うん、そこ見ながらお茶できるようになってたりとかしてね、うんうん、そうだね、うん、確かにね、うんうん、そうよ。あとあれかな、まあ、現実的な目線で言うと、あの 3D プリンターハウスちょっと興味ありますね。ああ、あるよね、今時。そうなんかこの前オランダで売り出されたのかなの、はいはい、ちょうどもうリタイアして夫婦で住むのにちょうどいいぐらいのサイズだと思うんですけど、うんうんうん、見たことある、 YouTube で作ってるとこ、うん、ね、なんかあのローズさん情報によると、うん、オランダはなんかすごいんですよね、はい、その建築系のデザインが。あ、そうそう、ダッチデザインっていうのがあるらしくてですね、なんか知らなかった、うん、私知らなかった。しかもそれがさ、法律でさあるっていうのがさ、うん、すごいよね、なんかそういう、うん、なんだっけ、デザイン、
デザイン費用、そうそう、なんか、うん、そう、建物を建てるときにデザイン費用に何パーセント以上つ かけなくちゃいけないとか、かけると、うん、なんか、まあ、あの、なんていうんですか、支援があるとか、なんかそういうことだと思うんですけど、うん、うん、だからね、結構オランダもそう、あの香港とか行くと風水みたいなんで凝った建物がありますけど、うん、オランダも意外と変わった建物がありますね、うん、ねえ、うん、面白い。ジハウス、ダッチハウス、ね、そう、ダッチハウス、ダッチハウス、うんうん、ダッチハウス、ね、ぜひね、うん、リスナーの人も調べてみてください、はい、調べてみてくださいね、うん、モダンで、うん、なんていうんですか、モダンで、うん、モダンで、ですよね、シンプル機能性とデザインに優れたみたいな感じですかね。すごいね、私いまいちわかんないんですけど、よく聞きますね、でもダッチデザイン、うん、じゃあ建築に詳しい人はね、なんかよく知ってるのかな、うん、あーはいはいみたいな感じなのかな、うん、そういう学科に強いところもあるみたいですよ、ね、あーそうなんだ、なんかやっぱりこう、うん、今日本のお家って結構なんかシンプルで、あの簡素でみたいな、うん、なんかあの無難な、うんうん、無印良品みたいな感じの家が多いから、あーなんかそうそうそう、なんかすごいあのオランダのやつ見たらインスパイアされそう。そうですね。うん、うん、シンプルだけどなんか一癖あるみたいな。癖って。だから日本人が好きかどうかわからないですけど、なんかでもオランダテイストってなんかありますね。なんか新鮮でいいと思う。うん、うん、そうだね、なんかエアビーで泊まってみたい、なんかエアビーだと気軽に泊まれるもんね、なんかデザイナーのさ、いいね、デザイナーズ物件とかね、うんうんうん、女子旅にオランダも入りそうですね、そしたら、あーよかった、いいね、よかったよかった、エアビーの、エアビー素敵なお家旅もいいかもしれないね、あいいですね、うんうんうん、そうだそうだ、ね、大きいお家とかだったらやっぱり人数いた方のが楽しいもんね、だよだよ、あ、そうですね、うん、そういう泊まり方もありますね、うんうんうん、ね、はい、というわけで今回ね、お家の話してきたんですけれども、ちょっとコラムを振り返ってみたいと思います、うん、はい、今回のコラムは2021年5月20日ベトナム在住の平弥生さんが書いてくださったコラム、ベトナムホーチミンの賃貸事情、物件探しから契約、うん、入居までというコラムから3人でおしゃべりしていきました、はい、はい、まあ、いろんなお話させていただ いただいたんですけど、まあ、最後にですね、うん、挨拶をしてですね、今回は終わりとしたいと思います。ではローズさんよろしくお願いします。はい、今結構引っ越ししたい気分の世界ウーマンファウンダーの藤村ローズと、うん、はい、私もいつかは夢の一戸建て欲しいぞの周佐とこと、はい、私もなぜか毎日のように中古物件を探している本田梨沙ですなぜなんだなぜか結構今住んでるとこ満足してるんですけど、家見てると面白いなと思ってあ、そう、わかるわかる、止まらないですよね、はい、というわけでまた次回をお楽しみに、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。世界ウーマンのウェブサイトは www.sekaiwoman.com www.sekaiwoman.com です。エピソードの詳細欄にも URL を記載しています。取り上げてほしいトピックなどございましたら、世界ウーマンサイトのお問い合わせフォームからお寄せください。それではまた次回をお楽しみに。最後までお聞きいただきありがとうございました。